さあ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 、和骨、和骨です。はい、皆さんこんばんは。ルセムさん、貞子さん、透明ランナーさん。じゃあ開けるよ。新品、新品開けるよ。ちょっと待って、どっか行った。所長さんは骨です。気になってたゲーム来たぜ。えーへー、え、大丈夫だよね。オーケー。うん、俺も気になってた。なんかあと、なんかプレステ4とかに出んでしょ。ニレンジさんいらっしゃい、ヨシリンさんいらっしゃい。開かねえなこれ。ちょっと待って、よっ。いや、今なんか2000円ちょっとぐらいだから買っといた。ドーム・ザ・デッドを見た。俺でも好きなのショーン・オブ・ザ・デッドだからさ。カムイさん、パンダさんいらっしゃい。さあ始めるまでどれぐらいかかるかな。早いかな。ポイント入ってるけどもうダメか。2014年までだ。ショーン面白いですよね。DVD 買ってしまいましたもん。俺も買っちゃったよ。よし、説明書見ずに始めるぞ。よし。和骨。あ、どうせ説明出んだろ。おう。砂丘さんいらっしゃい。魚心さんもいらっしゃい。獣さんいらっしゃい。さあ、始まるかな？更新の準備しちゃったよ。おいおいおい。どんなゾンビが出てくるのかな？更新するよ。伝染する。え、どんなゾンビ。ま、俺正直本当に全く分かんないこのゲーム。おっとおっと、本体、え、更新する。結構初期のゲームなんですよね。多分そうだよね。ロンチぐらいじゃない。なんだって、画面見えねえんだけど俺。どうしよう。画面見やすいようになんとかするか。これでいいか。手元の画面にも何も出てない。一方梱包財産いらっしゃい。わこ、ロンチタイトルですね。あ、ロンチ箱版とか発表されたかよ。されたね。ゾンビゲーに出てくるゾンビって意外と個性豊かだもんな。そうだな。わこつ、Wii U とほぼ同時くらいだっけ。ロンチらしいよ。わこです、ロンチなんだ。テレビっ子さんもいらっしゃい。テレビっ子さんっておっさん。今時の若い人ってテレビっ子要素ないよね。テレビっ子になる要素がだけど、タイミングとか。おい、バグって進行不能です。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。やめられないみたいなこと。平成生まれです。あら、若い。平成生まれだと何をきっかけにテレビっ子になるんだ。いやー、 36% 進まない。進んだ。光回線入れてるけど遅いか。ディスクを取り出したりしないでください。はい。テレビ見ないな。テレビは見るものもあるけど、録画してんのを見るのがメインでね。テレビ探偵団をきっかけに。それ絶対生まれてねえだろ。平成生まれ見てねえだろ。ドラえもんとかお邪魔状とかプリキュア。なんでだよ。めっちゃ偏ってんじゃん。しかも獣さんじゃねえか。獣要素ねえじゃん。ドラえもんぐらいじゃん。あ、急に来た急に来た急に来た。テレビは見なくなったかな。アリスソフとか懐かしいな。獣獣だっけあれ。お前いくつだよ。テレビ探偵団って本当だよ。泉朝とかね、俺の目標の人だったからな。バグで見えるないはずの場所が見えたり。へえ。いやー、さあ今日さあちょっと寝坊しちゃってさ、昨日あの放送の後尾崎豊見始めちゃってさ。アリスソフと見せかけてアリス探偵局かもしれない。ちアリス探偵局だって、ね、アリス SOS とアリス探偵局がちょっとコメディっぽいやつだっけ。テレビ局の未来のバンダイの電話みたいなゲーム機からですね。テレビ局の未来バンダイの電話みたいなゲーム機ってことはテレビにつなぐやつだな。あれなんて言うんだっけ、悟空と話したりするやつでしょ。ゲーム探し枠で一回出たな。っていうかこれ更新になったら一時的に無効になってる。電え自動電源オフ、えなんて、ちょっとまたコアな、わら、またコアな、コアだったっけ。
なんか、あれだよね。テレビ CM してたよね。アリス探偵局の時はまだ言葉喋ってないな、私。俺4歳近くまで言葉は喋ってないよ。でも自転車を乗ってたよ、補助なしを。こんばんは。ちょっとビタミン剤飲むわ。いや飲んだわ。マック2さんいらっしゃい。はあ。そのゲーム探し枠で私が当てたので、じゃあ君の小手半はテレビっ子と決まりました。当てたんだ、そっちか。そうだよね、出たよね、ゲーム探し枠で一回ね。電話が、電話みたいなってやつよね。それでか。テレビっ子って名前なのあれ。違うよ。小粒っ子ってお菓子あったけど。気取りっ子ってお菓子もあったな。テレビっ子はないけど。名付け親所長さんだったのね。いや、なんかまあ、誰が言ったんだろうね。俺かね。俺かもね。なんか小手半ない人が当てちゃったっていうので強引につけた可能性あるな。アンパンマンとかいろいろあるゲーセンにあるようなのかな。あー、そっち、いや。家庭用だよね、確か。アンパンマンと喋れるやつがありそうだけどね。てか、アンパンマンじゃね？悟空と喋れるのは俺、昔本当に悟空の声優さんが裏にいて、悟空と話した。あと、ケンシロウとも話したよ。なんかね、なんかのショー、ゲームショー、おもちゃショーみたいなやつなんだけど、周りにいる子供たちがみんな引っ込み思案でさ、とか俺よりちっちゃくて、仕方ないから俺が手を挙げて話、代表で話した。更新が完了、本体再起動。ケンシロウと話してみたいな。ケンシロウ、だから、電話で神谷明と野沢雅子と話したことある。所長さんすげー、笑。でもなんかね、画面には悟空とかケンシロウが映ってんだよな。で、俺だから、しょうもねえ質問、そんなにアニメとか好きじゃないかったから、ゲーム以外好きじゃなかったから、どっか行った？え？どっか行った？え？ちょっと待て、俺、一個出してね、アプリってなんだよ。どっか行ったー。あった。え？音量の、どこ行った？音量見るやつがどっか行っちゃった。ちょっと待ってね。確かデュアルスクリーンにしてた時に、あっちの画面にあったから、こっちの画面にいるな。おい、バグってる、バグってる、バグってる、右上バグっとる。これはバグってる。ちょっと待ってね。一旦消すわ。そのブラックは本物だったのか。ブラックって誰？人的な意味で、右上、わらわら。右上おかしくなってたから。テンション上がってきてる。ビコ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 ってなってた。できたーって感じだったの。治ったね。この画面見たらロメロのゾンビ思い出す。あー、これがいっぱいいるみたいなこと。この世界みんなゾンビかみたいな。右上の、あ、なんか画面ずれちゃったじゃん。画面がずれてもうた。昔長島スパーランドでダイナマンのヒーローショー見たな。ダイナマンか。爆発しなかった？大丈夫だった？おい、更新したぞ。レオのショーで怪人にさらわれる、液させられましたね。隠れオンって、あれはあれか、ポケモンか。ウルトラマンレオのショーで怪人にさらわれる役やってた。マジか。なんかコスプレ、ハロウィンのコスプレイベントでさ、なんか俺撮影っていうか撮影担当で行ったんだけどさ、その時にさ、あ、またこれ右上壊れんじゃねえか。あ、大丈夫。本体の更新とゲームの更新かな。え？ダイナマンってマジになったらスパーランドがさら地になっちゃうじゃないか、わら。そうだよ。カラフルな爆発でね。この間街の祭りでドライブって仮面ライダードライブか。あれさ、みんなお姉さんに呼ばれるまで裏に待機してるんだけどさ、裏に限らないんだよね、遊園地とかだと。なんか別のとこにいてさ、なんかアキレス腱伸ばすようなポーズで待ってんだよね。なんかいつでも行けるように。それに3回ぐらい会っちゃって、一つのイベントで。いろんなライダー、その時何だったかな、一緒に写真撮ったからわかると思うけど、あの時誰だって、牙かな、なんかいろんなライダーがいて、全部に会っちゃった、間違って。うっかり全部会っちゃった。またかよ、またかよっすよ。またかよみたいな。またかよは一回目ねえけど。え、なんでこんなとこいいんだろうって、なんだよ、向こうで会場で呼ばれて走ってくの見たから、あーって。真横通っちゃった。ディケードだったのかな、なんかコウモリのやつだったような気がするんだけどね。うわ、まだあんのかよ、これ。椅子に座って疲れた姿を撮られていたな、わらわら。所長、はい、新さんと会ってたらフェイタリティされてたかもしれませんよ、わら。
シンって誰シンって、シン仮面ライダー、あれシンっているの、なんかディケイド、ディケイドじゃねえや。コウモリのやつなんつんだっけ、キバか。キバちょっと見てえんだよな、とダブル。お、あっさりやられますね、これ。お、そういう死にゲーか。仮面ライダーシン、全部カタカナだと気持ち悪いな。へぇ、そっか、本体の更新とゲームの更新か。仮面ライダーシンの必殺技は脊髄抜き。ちょ、おい、フェイタリティじゃねえか、普通に。サブゼロじゃん。ブラック本物。ブラック?カビルンルンさんいらっしゃい。か、むか、え、仮面ライダーブラックと握手した。おう、そうなんだ。砂の城みたいな感じなの。神ゲーなの。まだ始まってないんだけど。そろそろ始めたい。そろそろ始まりたい。来たかな?うおぉ!なんか、守衛さんっていうか、なんつうか。いやー、ここまで長いな。おぉ!名所長さん教えて、シルエットとハエ、脊髄はきついよな。脊髄はきつい。シルエットとはいえ、脊髄はきつい。嘘。映像で出るの。敵、あ、へへへへ。いやー、いら、いい、もう UBA ないよね。あれセーブ中、セーブされちゃったよ。バージョン 1.2 だ。の敵がまるでタイラント、リクさんのなんだろう。もういきなり始めようか、ボーナス。ボーナスってどういう意味なの ?PS2 のアーカイブをインストールしたんだけど、始めるたびに本体の電源が落ちるんだ。ねえ、それね、俺は知らんわ。それ、ググって、ググって。そこで見たウルトラマンの成りきりネタが面白かったです。じゃあ最初普通でやろうぜ。カズオさんのとこで見てウルトラマン、あれ面白かったな。あれ面白かった、カズオさんのあの、成りきりムービー。ウルトラマン、子供向けのさ、ウルトラマンに。なったみたいにな DVD を作れるサービスがあって、5000、3000いくらのやつ。そうだな。なんか下の方切れてんだけど、何これ。ちょっと画面下字が切れてる。備えなき人々はえ、なすすべもなく、あら、汚れた手に絡め取られ、収録裏話も面白かったですよ。面白かった、あれ最高だった。あ、ほんとだ。何これ。隠して週末が訪れ、画面のがおかしい。神の目にかなわぬ世界は、え、出た。あ、出たね。仮面ライダー神の必殺技の脊髄抜きがシルエットなんですよ。そうか、影防止さんいらっしゃい。なんか出たね。てか、なんか上切れてね、今度。これ何始まったな。切れは演出っぽいですぞ。ゾーン、上切れてたけど、なんで。俺、ほんと完全初見プレイだ、これ。楽しみ。字幕切れよ。僕も同じだった。いや、演出じゃなくてバグじゃねえの。ローカライズをあまり考えずに作っちゃったみたいな。テヘペロ的な。ガバテキストかな?ガバテキストっての。特保ってどれぐらい信用できるの?急だけど。ダブル特保とか。なんか俺あんま信用できないなと思って。どれがゾンビでどれが人間なんだよ。俺たちの仕業じゃないか?なんだよそれ。自意識過剰じゃないか、それは。あれは信用しない、しない方がいい。薬じゃねえしな。バイオハザード5か。すげえ状況から始めるのね。なお、ここはやばいね。カテキン中毒のニュース。あ、あったね。アンブレラは何これ何これ何これ。買っておいてください。落ちないヘリ。落ちないヘリなどない。お。あ、だよね。私が誘導する。こっちに来てくれ。お。地下鉄の駅だ。いい声だ。俺主人公これ。あー、フレーム数30フレームでよかったな、これ。60で録画しちゃった。今日録画テストでもあるんだから。うん、ほんとだよ。俺はこれ主人公。移動として移動。ゾンビから逃げる、ゾンビから逃げる。遅いんだけど移動が。でもなんか意外と映像は、あ、今なんか出た、なんか出た。あー、なんだよ。ちょっとくれーくれーくれー。なに、 L でダッシュ。あー、危ない。ダッシュ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 。Y ボタン、 Y ボタン、なんで Y なんだよそこで。ちょっとなんだよなんだよ。ちょっとどうすりゃいいんだよ、どうすりゃいいんだよ。え、俺どれ。え、ここダメなの。どうすりゃいいんだよ、じゃあ。おーい、死んだよ。
ゾンビュー。なんかデッドアイランドみたいだな。あれも最初はゾンビから見てたし。なんだよー。ゾンビユーって言われたよ。分かってんのに。分かってんのに言われたよ。嘘、笑わない。ゾンビユー。ゾンビユー。オーバー。分からん。おばん、何このゲーム。わが、ゾンビゲー。分けイベントかよ、笑わない。分けイベだったな。ゾンビユーってミーがゾンビと人間に分かれてやっつけ合う音ゲーかと思った。ああ、分からん。なんか卑猥。え、どっからこれ。てか、一気死んで違う人になった。起きるんだ、顔色悪いの。悪い夢でも見たか。まあ、現実も悪夢みたいなもんだ。君は見つけられてよかった。え、隠れ家へようこそ。なんか左目に出てたの。プレッパー備えであるもんという意味だ。え、実は、今回のことは前もって分かっていたんだ。ずっと前。はしごでいいんで。残機性なんか、この主人公。備えはあるか。ガム付きのだ。サバイバルキッドを取れ。最近は走らないゾンビの方が少ない。ねえ、ちょっとやめてほしいよ。おおおお、うん、Wii U ゲームパッドを見よう。なあ、マップ出たなんて走るどころか喋ったり気の悪いだぞ。バイク乗るやつとかいるわ。こっちから追跡できるようになっている。ほう、なんかあの回復薬を取れ。明かりを確保しよう。新しい主人公はうまく逃げ切れるでしょう。スマートマップの緑の表示が。おおおおお、うまくに、これ新しいし、ここはシニーベではない。発電機を動かせ。あ、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん。あ、違う、光ってるだけ。とりあえず Wii U ゲームパッドでこっち行けっつってるから。でもなんかこっちにもあるな。28日後が流れ行って走るゾンビ増えたって感じかな。あ、そう。いや、セーブ、セーブ。テカテカしてるとこ行ったらセーブ。なんかな、うん、うんうんうん。お、誰誰誰。なんか女になったな俺。俺女になったな。やられると別の人物になって、前の操作キャラは同じ場所でゾンビになってる。ひゃー。じゃあ死ねば死ぬほどディスクシステムだ。え、てかどう見ても武器っぽいんだけどさ、取れない。なんだって。どうのブース、ごめん、わからん。ゾンビ映画の話かな。あ、こっちから行けるね。アメコミだとヒーローが次々にゾンビになる。マーベル、ヒーローズゾンビなんてあるんだぞ。スパイダーマンとかがゾンビにな。装備とか鍛えまくると超強いゾンビになるらしいね。はぁー、強い状態で死ぬと強いゾンビが出てくるってことか。ここらへん、いや、こっちだ。こっちに何かあるらしい。やっぱ何これ、起動、これか。発電機。よし、明かりは確保できた。点滅すんのはなぜ。それ入れまくるとどんどんきつくなってかない。そういうことだよな。リメイクも良かったな。ヘッドショットポンポンして気持ちいい映画。へえー。あ、明るくなった。あ、これでパソコンが使えると。その人物を助けようとしたんだが、マーベルは二次創作でできそうなこと大体公式でやってて、二次でやることないレベル。仮面ライダーゴーストの春映画でやりそう。マーベル、ヒーローズゾンビ、ミカのスーパーパワーもそのままゾンビになるから最悪の状況に。これも使えるものがあるぞ。非常用持ち出しバッグ。バッグ、お、ん、んー、あ、マップに書いてあるってこと。キャラクタスとかむさぼり食われてましたね。ああ、持ってないよね。カードキーを使うって言われるとさ、さっくりやられる方が楽みたい。強くなった後うっかりの方がきつい。へぇー、乗り越える。マーベルゾンビはスパイダーマンがおばさんと恋人食っちゃったよ。手を吸ってて拭いた思い出。そんなことやっていいの。やられた後は前の操作キャラだったゾンビを倒してアイテム回収します。はぁ、偽ヒーロー全員がアライグマになってる。よくわからんもんも出してたからな。キャラクタス、なんだっけそれ、宇宙のやつ。わら、キャラクタスすらゾンビにやられるってどうなってるねん。わら、開ける。でもまだ早いんだよな。そんなヤバい状態に転移してくるらしい、ブルース・キャンベル。おぉ、なんでブルース・キャンベル。あ、これカードキーなきゃダメでしょ。何、どこにあんのか全然わかんねえ。何が何、バッグがあるだろ、なんだろう、言ってなかった。ま、いや、先行った方がいいみたい。しかも食った相手の能力吸収できるんだぜ。もういいよ、ごめん。あれは対ギャラクタス用の兵器を使用して弱ったところを食べた。よし、
ファンタスティックもうゲームに集中したいんだもん。あ、なんか動いてんのか。マップ的にはここら辺に行けばなんか何かがある。何の音？暗くてわかんねえな。そうだ、画面を。レーダーを試してみよう。何よレーダー。なんか押せって、画面の方に押せって。懐中電灯のバッテリーに注意。なんかピッピッピッ、嘘嘘、懐中で、はぁ、あ、ん、左下か、違う、クリセットの棒でポカポカ叩いてる映像があるな、このゲーム。おぉ、んー、なんか意外とあれだな、意外と、おぉ、閉じるとかあんの？なんだ？バリケードを本当に探索しているって感じ。設置って書いたのか。おうおうおお。どうすんのよ。ここが行きたいんだけど、カードキー行かなきゃダメなんだよ。ここを拠点にすんの？ここをキャンプ地とする？パッと見ていろいろ調べるんですよね。バイオリベの装置みたいな。何のゲームか忘れたが、ゾンビの腕を引きちぎって武器にするゲームあったな。スタップスザゾンビじゃね。クリケットのバット。あ、これか。そいつでぶん殴ってやれ。これ？生存者同士の暗黙の了解ってやつだ。君だって感染した。長押しで買おう。みんなそうのデッドライジングかな。ドイス。あ。はい。結構グロいね。嫌な仕事だが。女だ。通れない。うわぁ、バッグの注射するときは Wii パッドの画面見るんだよな。へぇー、バッグって書いてる。バッグ、おぉ、すげえ、スライドすんだ。バッグ、上から下に吸ってやると、振ってやるとバッグが開く。おへぇ、パッドの方で、バイオハザードのあれみたいなあれだ。アイテム整理みたいな。これで戻ると。クリケット、ラケット。いいぞ。何が、手に持って、クリケットじゃないのこれ。バイオ6で首飛ばないのにこっちは飛ぶのかね。バリケード、おー、暗い。なんで、ちょっと待って、ショーンが持ってたやつ。これあれか。あ、ショーン持ってたな。クリケットだと思う。おい、これ何、これスコア3。そうです、クリケットの棒ですよ。整理や回路でパドばっかり見てると後ろからゾンビに襲われる。ああ、なるほどね。じゃあ次はレコード投げようか。バットマンのサントラ、バットマンリターンズのサントラだ。睡眠を甘く見るな。20時間ぶっ続けて起きてるとまともに判断できなくなる。バッグの中にいる間にもゾンビ来るらしいからね。へえ。やってみます。で俺か、あ、こっちに行けって出てるけどさ、行ってみよう。乗り越える？何かあんのか？懐中電灯切れるんだなぁ。こっち行けんの？あ、こっちじゃないっぽい。へぇ、こっちか。閉じる。メインルームに戻ってモニターを確認しろ。ほう。ロンドン中の監視カメラと繋がってる。そいつは近くにあるスーパーマーケットのカメラだ。ウィンチェスターに行きたい。行きたいね。にもある。クイーンを流さない。そう、なんか全部切れちゃってさ、使い切ったらプルルって戻った。よく誤解されているが、監視カメラというのは警察に繋がってるわけじゃないんだ。うん、昔陸軍の通信部隊にいたもので、ね、舞台ロンドンなんだ。君にもいくつか手ほどきしてあげよう。ほう、なんて初めてのお使いだ。カメラを直して、ついでに買い物もしてきてくれ。え？ごめん、なんだ？はしごの、え？初めての、なんだって、なんだって。もう一回よし、もう一回言って。何これ、嫌だよ。なんか余計なこと言って。おい、なんだなんだ。何してんだこれ。え？ゾンビオンラインを楽しんでいるって書いてある。
Wii U ゲームパッド扱ってたのかよ。何しろって、まあ、ゲームパッド見りゃあかんのかも。何をすればいいか分かんなかったよ。何を言ってたんだ。閉じた？なんて。カードキーないよね、俺まだ。ないね。なんて。なんか初めてのお使いとか書いてあったような気がしたけど。初めてのお使いだ。カメラを直して。カメラを直す？頼もうと言っていた。へぇ。ありがとう。フアン・オブ・ザ・デッドっていう共産圏でバイオハザードと発生する映画あったが面白かったぜ。ほぉ。でも俺ゾンビものってそんなに好きじゃない。別に。なんかやたら評価高いよね、これ。ごめん、わかんないよ。今まさにやってるとこだから。待ってろ、今シャッターを開ける。何がどこが？暗くてわかんねえよ、どこだよ。あ、こっちか。リアルではあるね。乗り越える。これ何もわかんない状態でやってるのがたまんねえ。下をくぐる。アクションは全部。1回で終わりってのがきついけど。1回で終わり？死んでるの？死んでるの？アイテムなし。ああ、探せんだ。まあリアルでも一回噛まれれば終わり。バッグと人交代のシステムがなかなか面白そうだとは思う。バッグと人、バッグと人交代。奴らになる。ん？やつらになる。なんか光ってね。え？ゲームパッド、おい、いるよなんか。なんか俺を遠巻きで見てんのかそれ。なんつった？なんつったか全然わかんない。え？え？今いた？みんなが見てる画面がちょっとあれなんだけど。こんなもんか。サイレン。ちょっと待って。自分家の近くで？キーカードが必要だな。キーカード、カードキーじゃないの。なるほど。周辺をスキャンしてみろ。今のところ目立った動きはないような。スキャン。周辺をスキャン。バイオの主人公は住人に一人のウイルス耐性のおかげでゾンビにならない。なんだこれ。何？新聞。心ぴょんぴょん。アイテムなし。スキャナーを使うにははい。L を押し直してる。持ち上げて減る？どういうこと？持ち上げる。は？Wii U ゲームパッド持ち上げて減る。どういうこと？あ、ごめん、わからん。はい。そう、10人に1人って意外と、なんだよこれ、騙されたよ。あった！なんか右の方にある。多いな。見よう。はい。なんこれ。拳銃用弾丸。あ、足せた。なんだ、これ誰？これ、おい、ちょっと待って、もういいよ。戻るやんないと戻れねえんだ。今日、スキャナーを使うって何？アルファチームとブラボーチームの全員持ってるじゃん。あ、なんかいる。閉じる。ちなみに、できることは多いのだが、そのままゾンビになってしまうことが多い。はあ、ちょ、暗くなった。暗くなった。なんで電気か。アイテムなし。どこ次は。何が。いや、来た。バリケードじゃねえのか。押すってそっち？押すって出てきちゃうんじゃないのこれ。もう一回押そう。戻そう。ちょっと一旦。今日だと所長がバック見てても視聴者が画面見てるからゾンビ来ても大丈夫かな。でもだってラグいよ。オスです。じゃあライト消すか一回。ちょっと一旦止めよう。窓から来て、おーひ！見えないよ。ライト消しちゃったから見えないよ。あいー硬いよ。硬いよ。このオス、持つ飛んできますよ。